Oh!
切れるかもない、さあ真ん中ぶっ切りスタイル、まずは一発目のマッチ、ナイスブー、2人とグラブを掴んで、さあここからノーズランク、いやー、ナイスブーも一発、さあこちらもグラブを決めてくる、そしてこのサイドの2ステップは、いやー、ナイスブー、
してない。さあ、武田優雅でした。武田優雅、これちょっとやばいぞ。あー、おー、十分もうさー、ユーリーだよ、ユーリーだよ。さあ、武田優雅、リーダーズボードリー。さあ、言います。トップ3中に入っててください。ユーリーさん、中に入ってて、トップ3は夢の助が復帰した。タイムは K1 カップ、2018ジャンスラローム、特選組トップ3はこの方々です。どうぞ。おめでとうございます。おめでとうございます、まず、何よりも、今回のビッグサプライズは、この表彰台のギリギリ3番に入った、井山さんではないでしょうか。おめでとうございます。ありがとうございます。まさかね、3位に入れると思わなかったです。この現役選手に割って入るっていうのはなかなか難しいことですけど、突き続けてきてよかったなと思います。また来年に、そして、再来年もっともっと先に、つながる、今日一日になると思います。素晴らしい推量、ありがとうございました。おめでとうございます。2位ということですが、どうですか、そちらの山にしますか。いやー、もうとにかく悔しいですね。やっぱね、2位なんて意地取らないと、もう2位も出るも一緒ですから。まあ言っても、今回のコースセッター2本とも、武田さんに言うと、その中での2位いかがでしょう。まあそうですね、現役がやっぱり1位なので、まあ現役を抜かしたら1位かなと思って。いいんじゃないかな。1位かも。嬉しいです。1位おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。皆さん拍手、やったぜ。はい、SK1 ジャイアントスラローム大会、見事優勝した滝崎夢のけ、あ、夢の助選手です。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、素晴らしい滑りでした。今の気持ちを。いや、素直にこのメンバーに勝ったというか、とても嬉しいです。子供たちも今日たくさん来ます。その子供たちに、まあ、夢の助さんから夢の話をさせて、していただきたいなと思います。一言お願いします。一言、頑張るだけです。以上、どうもありがとうございました。ありがとうございました。滝崎夢の助選手でした。皆さん大きな拍手。Thank you.